皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。オクトパストラベラー2やりましょうか。さて皆様、前回でついに全ての聖火を火を灯しました。この世界ね、夜だけになってしまって朝が来なくなってしまったんですよ。それは聖火の火が全て消されたから。でもね、全部の聖火の火灯してもまだ朝は来なくて、ね、全部の聖火を灯すとマップを見るとドーンとね、聖火のところから何か光が出てるんですよね。そう、ここ光が集まるところに何かがあるはず。ということで今日はここに行きましょうか。多分だけどラスダンとかね、ラスボスがいると思うんですよね。俺は勝つことができるとか。行きましょうか。いや、このゲーム俺かなりやってんだよね。みんな。もう何時間やってると思う？プレイ時間ね、75時間ぐらい。で、右上。75時間ぐらいやって、やばくね？75時間やってまだ終わってなかったって。さすがにもう終わりだと思うんだけどね。これでまだ物語続いたらもう天才だよ、このゲーム。マジで。さて、ではでは行きましょうか。さあ、ここかな？ここだよね。マップ的にも。うん、ここだ。若津大会のビーダニア島へ。行きましょう。なんだここは？なんもないところに島ができたってわけよ。不思議なとこだね、ここは。お！え、ここってさ、なんかオープニングであったとこじゃねえの？戦ったとこ。知ってるの？テメノス。ねえ、オープニングのなんか誰か知らない人だ、神様が戦ったとこや。神々の戦いの地。そうだよね、神々の地。ビーダニア。ビーダニア島。ビーダニア。聖火教に伝わる幻の島です。実在すると。邪神みたいなやつの名前がビーデかビーダかだっけ、確か。ねえ。幻か。地図に載ってねえわけだ。よう来たな。どうやって出現したんや。聖火の力によって。ああね。封印されたと聞きます。それが聖火の火が消えたことによって浮上してきたってことなんだ。聖火の。ジメジメしてそう。ぬめってそうじゃない、全部あの階段とか。じゃあ。登れないだろ、トゥルってこけそう。成果はついてるじゃん。いや、もう封印解けたからじゃないの、一回ね。だが我々が再点火する前は全て消されていたはずだ。いや、オズバルドの声やっぱいいわ。消されていたはず。その時成果の力が失われて封印が解かれた。それとキャスティーン。さあ、あそこか。望まぬ者たちに、ここのねえ、全部の火を消してここに来たわけや。あそこにおぼろがいるわけよ。行こうか。そこにいるのか。火山。火山おぼろ。この地で夜を招くつもりか。誰が予想できた。もう夜来てるけど。夜。明日が来なくなる。世界を破滅させるってことなのかな。暗黒の雨を世界中に降らすとかかなんかな。えぐくね？世界滅びるけど、キャスティがいたら大丈夫です。キャスティ最強なんで。キャスティ特効薬作っちまったもんな。化け物だろ。その薬投げつけたらよくねえか。勝てるくねえか。暗黒を消し去ります。違うかな。なんかあると思うんだけどな。やっぱ。よし。では行きましょうか。右下のロード画面もちょいちょい変わってんだよな。よし、というわけで、ビーダニアへ上陸しましょう。多分バトルになると思うんだけど、メンツもどうしようかな。オズバルトも出してえとこだけど、まあ、いっかな。やっぱオズバルトで出そうかな。光にしておこうかなと、思いますで OK ですね。よし、さあ行こうか。戦いかな、ここから。今危なかったな、パーティーメンバー切り替えのギリギリだった。てん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 。ここに、すべての貝がある。ハーベイ、待っていろ。いいか、愛を持ってやっつけるぞ、愛を持って。火山！炎を再び灯したか。だが、もう遅い。夜はすでに迫っている。聖火つけたのにダメなの。さあ、約束の地だ。
我らが夜よ。おい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 、どうなっちゃうんだよこれ。戦うか、この火なんもないか。さてビーダニア城最奥へ向かえ。じゃあ大丈夫、もうほんと心配やから装備整えておこう。最後にさあ装備整えた、行こうか奥へ。ビーダニア城階段だけですぐ火山かな、それともいや即バトルか。火山旅はいかがだったか。おしゃれなこと聞くね、楽しかったよ。歓迎しよう。オーボロ火山、そなたらは足を望みここへ来たのだ。そうや、何がために足を望む。明日あった方がいいだろう。明日が来るとそう腹が減り、そしてうまいもんが食えるな。寝ると気持ちいい、そうだろう。明日が来ないとできねえんだよそれも。立ちはだかる数多の敵を退け、そなたらはここへ来た。強かったね。それもよかろう。世の中善悪などなく、ひとえに自らの信じたことなすしかない。まあ、敵も自分たちの信じたことをなし、俺たちも自分の信じたことをなしたわけ。かっけえだろ。そなたらは一点の曇りもなく言えるか。なんだ、明日が望むべきものだ。いや言えるだろ、ゲームできなくなるから。なんでそんな絶望してんだよおめえら。くだらん。オズバルト先生来た。望まぬものは淘汰され、望むものは生き残ればいい。オズバルト先生100点です、回答。ただそれだけのこと。間違いなくそうです。勝手にいなくなってください、巻き込まないでください。ほら言い返せねえじゃん。はい論破きた。そなたら時期を。おい自分の話してみたぞこいつ、論破されたからって。さて天才には天才をぶつけるんだよ。その先に何がある。なんだ、どれほど旅しても明日があるだろ。ることはできない。そなたがそなたであることからはな。それ俺は俺だ。人とは闇だ。まあさ、まあオボロ、まあ火山のさ執事はちょっとわかるけどさ、なんかね、クコクとかそのまつわるね、ちみどろの世界を生きてたからさ。みんな何かを奪い合って、パルテティを見ろ、分け与えてんだろ。オリもなんか頭おかしなったやろ最後なあ。暗い、パルテティを見てたら洗脳解けるぞ、月影鏡の。終わる。おい、飲もう今宵は共に。母さん、最後の生贄はお前かよ。おい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 、我混沌なり。こいつかよ。この世の命を全て食らい尽くしてやろう。貴様らもな、愚者たちよ。なんだこいつら。全て我となるのだ。俺は俺だ、覚えとけ。行くぜ。負けはしない。貴様を倒す根源が俺にはある。愛がある、ラブの力だ。愛、それが解だ。だよな、ラブだよな。やっぱ暗黒に対抗する力は愛、究極だ。人はそれを愛と呼ぶんだぜ。行きましょう。どこに。ここにいます、僕はここにいる。ここに何もない、眩しき。テメノス&オズバルトの組み合わせ好きなんだよな。暗黒だ。
暗黒中さん、よろしくお願いします。さあ、戦おうぞ。心地よいぞ。キャスティ闇に飲まれないでね、キャスティいないけど。キモ。さあ、結構の審判。不気味な触手が現れた。痛いねー。いきなりその攻撃はズルですね。一旦回復しましょう。ちょっと回復。さあパルティティを、パサーしましょうか。オズバルト先生に全て任せる、それが結論ですね。いきましょう。赤学をアレファン、よろしく。さあアグネアちゃんマジで風呼びの歌最強だと思うんだよね。風呼び、いいね。先生、先生ちょっと一回休み、先生一回休みか。先生どうしようかな。属性の乱れとかしとこうぜ。ドゥンドゥンドゥンバンバン、全然当たらん。さてパルテティオー、パルテティオーでー、行くよ。今いらんかったな。1多かった、1余分にやってもった。もう一回やっとこう。これマイターン風呼びの歌でいいと思う。アクネア、いいでしょう。さて光とかでも弱点だろ多分ね。え、これ光あれ、いいダメージ。暗黒の波で、痛い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 、闇の世界にようこそ。痛い痛い痛い、はぁ、ちょっとま、あ、それめっちゃ困るわ、めっちゃ困るわこれ。あ、これいきなり、いきなりやばい、やばですね、いきなり、いきなりやばですこれ。ちょっとお待ちください。敵さん強ですねこれ。好転したか。そのパンチめっちゃ強い。はーい、待って、これは絶対打たなあかんね。風呼びは、風呼びは義務。これやると負ける。 BGM クソかっこいいけど。スカイ、ちょっと待ってね。普通にやばいけど、どうしようこれ。おてて、おてて強すぎる。触手増えたけど。おい、待って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 待てちゃ待てちゃ。それは一旦回復。これはやばいですね、やばですねこれも。マジで、いやこれはもう一旦これだな。風呼び、おい、風弱点 OK。 オスバルト、やばいやばいやばい、これガチでまずい。おい、ちょっと強すぎ。あ、特大使ってもらった。まあいいや、全回復。ちょっと強すぎないか。死ぬ死ぬ、パルテニオ毎ターン死ぬ。あか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 、これさすがにまずい、さすがにまずい。殴るな、殴るな勝てん、これ殴るな勝てん、殴るな勝てんって。これほんと一旦ね。みんな、いい風来てるよ。行きますか。え、これどうしよう、マジでこれ回復だよね、ここ絶対。天は好転する。いや、悪動はいい、切り裂き魔神もまあいい、破壊の呼吸も良くない。それ起きるか。危ない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 、意味わからんぐらい強いけど、どうするこれ。いや、これはもう撃つしかない。とりあえず究極魔法、これが天。いやいや、安いけど撃つしかない。これは2つ潰せ。脈動、よしよし、これ耐えれた。あぶねえマジで。いや、これ起こそう、ここのターンは。意味わからん、バカ強いけど、こいつまずいですよ。一旦前回振りね、これで。おい、立て直し成功。アホ強え、こいつマジで。風呼び、暗黒のやつ、じゃすぎはロター。ちょ、パサっとくね、オズバルト。よし、これやるしかないでしょ、これ極大究極魔法。もう一回デンデンデン、腕ぶっ壊した。よし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 、ナイス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 、マジでナイスマジでナイスマジでナイス。これね、うおー、マジでやばいわこれ。これ属性炸裂弾、これやっとくか。一旦ブレイク確実に取っとこう。痛いところをつきましょう。よし、 OK。 さあ確定ブレイク入れといて、で、ここで、一旦、オズバルト、どうにかしたい。BP 回復しよう、1。1回復したい、ここ、オズバルト。次のターン1回復するから。よし。
サタン切り替え、オッケー。さあこれで特大究極魔法いきましょう。はい、デンデンデン。ダメージ限界突破欲しいとこだけど、待って、これ聞いてないのやばくねえか、マジで意味わからんだろ、ほんと。触手、うわー、多すぎる。触手多すぎる。オッケー、全体超ダメージ。待って待って待って、意味がわからんだこれ。オズバルト回復しよう。オズバー、オズバルト電気バリバリボーン、楽しい。これウッドゴ究極魔法、これでブレイクビストロー。いや、もう一回で、もう一回待っていいかこれ。今回はオズバルト回ってくる。もう一回安いやつ打っとこう。斧一戦かわいい。これでいい、これでいい。でこれでビピパサー、ちょっとビピパサーを全部オールスバルトであげておきたい。でオズバルトも最強なんで、さあこれでもう一回風呼ぶ。よし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 、全然いい。でここで行くよ究極魔法。これがデンデンデン、ぶっ壊せ。腕は壊れん、どれも。マジで言ってる、オズバルト、ブラボーオズバルト、ブラブラバルト。よし、はい、光あれ、ナイス光波動。何それ、何したの今、何今の今日の波動って。何したんだ、バフ消えただけ。どうでもいいやつ来た。アイオンの落としてくれたらマジで嬉しい。これでよし、ギラ腕、オッケー、全然熱い。アンクスの波動、痛い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 。あ、これ熱っ、熱っ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 、全然全然、めちゃ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 いい、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。これ触手呼ばんかったもんな。ありがとうございます。あざざざざざざつ、これはマジで熱つつつです、熱つつつです、熱つつつ。よし、オズバルト頼んだぜ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。これはある、あるある、回復しましょう一旦。うい、てめえのスパーティーにいてよかった。これが貝、これが貝だ。あいあいあい、いいダメージ入ってるね。痛い、その脈動なんて可愛いもんだよ。可愛いわよ、可愛い子だね君は。よし、ちょっとまで、パルテティオ、全部渡せ、全部渡せ、オズバルトに、オズバルトに渡せ。オズバルト究極魔法撃てん、どうしよう、どうしよう。属性の乱れとかしとくか、いったえい、おお、ブレイク入ってく。安いダメージだな、安いな今のダメージ。待って、体力半分も減ってないんだマジこいつ。嘘やろ、嘘やろこいつ、アホ強いなマジで。さあこれで与えましょう。ドゥドゥドゥ、15000、いいダメージ。黄色くなったね、やっといったね黄色く。よし、さあみんなでまた順番前に来てもろて、いいぞ。全ては我となるのだ。なんだおい、オズバルトたちは暗黒に囚われた。ちょ待て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 、入れ替える儀式でオクトパストラベラー1であった全員バトルか、これ大丈夫。こっちのパーティー、いやこっちのパーティー強いな、こっちもちょっと待って、こっちのパーティーも強いな。ちょっと待って、おっと、 BP パスする必要ないな、これ。闇の止まり、相手が必ず攻撃を外す、これ強いんですよ、これめっちゃ強いんですよ。ウェイ、バイバイ、全員、あ、なんか跳ね返ってきた。うざ、あいつどうしようかな。一個魔法ハンディカイソンついてる。うわ、これきついな、これ不意打ち。待って、腕壊さなあかんのか、全体。まずは腕壊さなきゃいけない。どうしよう、これ勝利の技とか使うか。あれ本気ですか、呼ぶか、友達、友達召喚、おっちっち、やっちまいな。ほい、ぼっちっち、ぼっちっち来たー。ぼっちっち強っちっちじゃん、これ。おい、これ攻撃調合とかありか、全然。いやでもこれ結構こう、俺あんま信用しないわ、やめとこ。回復にしよう、使うのは。手加減なしよ。まあ、一旦でもやれるんだったら斧一戦いっときましょうか。斧一戦、おーし、腕一個壊した。来た来た、オッケー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 。え、どうしようこれ。獣の力よ、敵全体に物理大ダメージ。
おら、よいしょ、ぶっ壊した。いいぞいいぞ。光よ光あれ、陰キャじゃなくて陽キャの力、いくぞ。全然効かんくて笑った。天烈山弱すぎ笑った。よし、これさどう考えてもこれでみんなでけしかけたらよくね。ねえ、ほら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 、これだろ。もう勝ち筋、えいえい。全然効かんくて笑った、全然効かんくて笑った。やばい、こいつ硬えわ。だいぶあかん、思ったよりきついわ。これ防御力たっけえな、こいつ。こちらの番だな。光、じゃあ光やっぱこっちの方がいいかな。十文字切り硬え、剣効かねえこいつ。これは言っとく、荒領事ねえ。だ8000、勝ってこいつマジで。虚無のやつ、なんだ虚無って、暗黒のやつ、やばいです。さあ揃うね。さて BP パスはキャスにしときましょう。キャスティー。さてとりあえず回復やっていきましょうか。一回BP も全部含めてたくさん増強、 OK。 ハッピーセット OK です。さあ光の攻撃多分届かんねんな、これ。こうなってくるとってことは、光は一旦 BP バサしときましょうか。オーシュットが多分確実に強いんで、オーシュット渡しときましょう。でブレイク取りたいんだけどな、どうしようかな。弱点が分かんねえ。キャスティーにやってもらうか、あれ。後で闘志の技雨乞い、 SP 回復効果いらないな。なんかいるか分からへん分からへん。魔物消しかけとく。とりあえず一旦やっとくか。ライトニングボルテックスみたいなやつ、ボルテックスクロック、全然効かん。よいしょ、これでバフかかるからね、これ俺たちに。あ、やっべ、触手出てきたか。暗黒の力がビーデに集まる。ちょ、まずいね、これは。で、これがあるじゃん、傭兵呼びっていう最強のやつ。よいしょ、重鎮呼びます。1万5000円。はい。ドゥドゥドゥン。マジでうますぎ。行くわよ。よし。で、これでどうするって話だよ、4年。全然効かんダメージ。ここか。もののために。さ、光。何引く？僧侶とかしとく。いやこれ絶対十文字切りの方がいいよな。でもうん、おれい。さあ行こう。さあなんとか仕留めたいとこですけども、けどもこれぐらいしかできん。1600、いいダメージ。行くぞ。まだか、まだか、頼むぜ。さあ光、もう終わらせよ。落としたい、こいつ落としたい。頑張って、いった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 、カタカタカタ。お疲れさでした。全クリかなこれで。結構しんどかったよ本当。なんだちょ、まだ続くんかよ。第2形態は聞いとらん第2形態は聞いたらオズバルトは抜け出した。待って待って、8人並んだ。最後の戦いが始まる。おい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 、激アツじゃねえか。なんだこの戦い。あらゆる攻撃は BD に届かない。世界が暗黒に進まれる。このパーティー、バトルは8人全員で戦います。なんだこの戦いは。待って待って、これめっちゃいいじゃん、これ。あー、なるほどね。対応するキャラで切り替えるって感じね。オッケーオッケー。じゃ、風呼びの歌。これは義務だね、ここは。風呼びは。腕が早く降参ったらやばくね、これマジで。ちょ、待って。結果考えると。まずいな、これ、ほんと。光。これちょっと待ってね、マジで。え、腕壊してえな、さっさと。これいけるか？獣人。皆の者。おいおいおい。さあ、ブレイクブレイクブレイク入れて。で、うわー、オーシュットとオズバルトか。どっちも甲乙つけがたし、最強キャラたちですね。これ弱点わからんな。ちょっと待てよ。オーシュット。弱点チェッカーいっときますね。これで全体攻撃アタック、風やったでしょ。探検、うわ全然ねえわ。探検と風しかねえ、全体攻撃ねえ。赤からブロッケー、全員バフ。さあ、いや弱点わからん、ない。弱点か、全体バフ、バフ全員にかかるのいいな、これ。救いの手を。
さて、ここも大事だよな。キャスティーでいくか、パルテティオでいくか。これパルテティオじゃね、これパルテティオでよくね。待って、これ傭兵呼んだらブレイクできんじゃん絶対。熱すぎ。仕事だぜ。ほら、よし、オッケー。でも真ん中ゼロなのやばない？深き夜の最悪。何したこいつ今。何した今、わからんかった。あー、オズバルトきついなこれ。ソローネ頼む。さあ、ソローネ BP パサー、オズバルト。これ待って、ソローネに渡したらさ、これもう一回オズバルト帰れる、あー帰れないのかさすがに。これはってことはちょっとだるいですね、これは。さあ、ソローネ、これね、傭兵呼びまくったら勝てるかもしれん、この戦い。歩兵カモン、おら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 、弱点まるっとお見通しだせってやつ。これ熱いね。ってことは右手、左手が武器系、右手が魔法系に弱いみたいな、多分そんな感じだと思うよこれ。多分弱点ね。で絶対次テメノス回復やんなきゃいけないから、ここはちゃんとアグネヤちゃんやっておきましょうか。風呼びの歌、希望の歌してもいいのかこれね。いやでもいいか、ここは風呼びしとこう、ちゃんと。うおい、風弱点じゃないのマジっていうやつなんだけど、これ回復ですね絶対。義務回復いきまーす。全員回復するのおもろすぎるこれ。でこれ、ここも大事だよな。どうしようかな、パルテティオ。パルテティオのさ、傭兵呼びでなんとかするしかなくね、これは勝つの。腕壊れそうじゃん。いけるだろこれで。1万5000でいける。ケチ、ケチりました僕。オッケー、腕ぶっかしゃー。ベールが解けた。なに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 、明日を到達。なに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 、死んだけど。ちょっと待ってよ、おい、怒涛の展開が過ぎる。怒涛の展開が過ぎてわけがわからんこれね。テメノス、テメノスもどうしたらええってやつ、ね、スプリングブーツ。いやーこれはね、起こしたいとこだけど回復したいな、さすがに。あ、回復できない、なんで、は回復禁止これ、もしかして、は復活もできんの、は無理だろこんなん。おっと、私の番ね。あ、キャスティは、キャスティはいける、キャスティはいける。こっち側が やばいってことね。で一旦じゃあちょっと起こしとくから、ね、死んでるのは起きないけど、これよし。焦るマジ、なんだそれは。歩兵呼んだらいけるくねえかこれ。歩兵呼べば、はあ、なんでだよ、殴れねえのかよ。ダメだ。いやこれはね、一旦闇の帳言っとこう一回ね、このターン。はい、闇に落ちる、闇は弱点じゃない。外せ、当たる、まだ。待ってこれ、狙う方はそういう感じ、もしかしてそういう感じって今の分かったかな、みんなは。これ待ってよ、これあかんな、今ピンチなんで帰るか、こっち側に行こう。攻撃するのってこっち側とかそういう制約あるのかもしれん、ね、究極魔法を打てないのやばくない、魔法打てんけど。ちょ待って待って待って、オズバルトの魅力ゼロ、オズバルト何もできんかこれ。おっと、終わっとるってこれ、マジで。戦う、避ける、ナイス。明日を閉ざす、痛い。よし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 、弱点マジでわからんこいつ。待って、パティ誰、次裏、裏誰、テメちゃんね、テメちゃん、仕事なもんでね、テメノス。祈るなら今ですよ。ちょっと一旦やっときたいなそれ、本当。変形カタファルト、属性弾、リサイクルハンマー、ねえ意味ないけどリサイクルハンマーやっとくか、意味はないけれど殴ったこととりあえず。はい、3000ダメージ当たりなきゃ勝てねえからな、さすがに。でこれ風呼びの歌マジでやっときたい、本当に。で風呼びの歌は絶対いる、みんないい風来てるよ。
よし。さあこっちパルテティオ、パルテティオはもう呼びましょう。3万円探検が弱点は熱いね。オズバルトはきついな。でもキャセー、キャスいない。いやオズバルト好きじゃねえか。最終回答は赤学王アレファイ。よろしく頼む。さあこのターンも超大事。待ってね、揃うね、揃うね。ビビあるけどない、あるないね、あるない。これはね風呼び大事、絶対風呼びはいる。このターンでとりあえずブレイク取ります。一体究極魔法よ。よし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 、全然全然1万ぐらいダメージ。でまだ残ってるよな、まだ残ってる。いけるいけるいける。ここではビビバスをオズバルと渡そう。先生頼んだぜ。先生はよろしくお願いします。さあここ大事な大事なやつ。来た来た。よし、オーシュット、オーシュット消しかけましょう。探検2個、探検2個、探検と風送っとくか。いや待て待て待て、まず全員に進撃の巨人して斧で削るか。これでいこう。進撃の巨人、はい、風ブレイク、斧でポンポン、斧でポンポン。デバフ、デバフ入ってない、入らんか。デバフはよし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 、全然良いですよ、全然良いでしょこれ。せえオーシュット、オーシュットも一旦 お疲れ。でオズワルド先生最終解放だ。いったれ、これが最大。おらおらおら、いったか、勝ったか。まだ生きてる、まだ痛い。オズワルド、オズバルト、オズバルト死んでもった先生。やばいって、オズバルト死ぬのは熱いんだって、マジで。キャセー、キャセー6機両乱だ。2しか減らんか、これどうだ。おい、うん、いや3つ目いった、いってる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 。これガチで馬、ガチで馬です、馬です。これオズバルト先生起こしてことです。これね準備する余裕がないんだよな、ほんとってことなんで、これは確実に行きましょうか。ねえ、ライフティー見たか。よし。任された。さあ、超、超大事。もう超大事、ここからは。で、ガチでいきます。せいせい、強くね？まだこいつ全然体力残ってるけど。頭おかしいだろ、こいつ。ねえ。光で殴っていくしかねえか、こうなってくると。今光が今のところエースなんだよな。そうなるとアタッカーとしては光よろしく。ちょっとオズバルとかで、ね、体力少ねえから死んでまうんだわ、そこの部分でね。ちょっと苦しいで、ここ確実に、確実に風呼びだけど、なんか腕もっかい召喚されたらだるいから一応捕まっておこう。よし、さあ光さんよろしくお願いします。頼むぜ。ほい、真十文字切り、2万ダメージはでかいよ、普通に2万は。永遠の夜、蘇生できなくなった。は、邪影再生。おい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 、待って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 、これはこれやりたいな。さすがにもやるな、負けるな、これは。キャスティーで回復したいけど。あかん、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 あかん。マジかーだ、これ、ほんと、マジかーです、これ。え、マジやばいか、これ。マジでやばいな、これ。違う。これ、マジでやばい。これ、1万5000いります、絶対。1万5000いります、1万5000。ねえ。1万5000で腕のブレイク通らないと負けるな、これ。確実に。ようやく半分。よし、1万5000円なんでこんな払ってんの、アホ高いけど。これ回復いります、これさすがに死ねないんで回復します。
マジで意味がわかんないっす、これ。オズバルトだ。オズバルト使いてえけど、今使いどころじゃない。これはね、守るぞ。ボルテックスも使えねえか。いや、いけるか、小平。いっとくか。おら、よしよし、全体バフ入った。うますぎる。で、ここね、ソローネ。ソローネいっとくか、ソローネ。ソローネ、エベル行こう。全体探検大ダメージ。おらい、強いぜ、エベル。で、これで、ちょっと待って、光、オーシュット。誰だ、キャスティ、キャスティどうなってる、キャスティ。キャスティは、キャスティどこ、キャスティ。キャスティ、BP ある。でも、底力ゲージがない。で、底力別にいいか。で、キャスティ何するって話だろうな。きついけど、単体だったらいいけど、それじゃ、いやいや、弱い。てことは、光がなんとかする。ってこと考えると、このターンは何してもいい。何してもいい。真ん中のやつとブレイクを稼ぐのが優先。ってことは、ライフスリートや。こいつ、ここ。オッケーオッケー。真ん中のやつとブレイク取らな、負ける。で、ここで、ここ。十文字切り行きましょう、ここは。いや、十文字でいいか。待てよ。新十文字切り。十文字切りでブレイク確実に取るか、真ん中を。それだな。おら、ブレイク次にダメージ。でかすぎる。さあ、キャスティー、待て、キャスティーはいい。さあ、アグちゃん。アグちゃん大事。アグちゃんは、いや、待て、まだいいか、いいか、いいか、いけるか、でもこれ待て。底力、全体化するやつ。65% ダメージ軽減。これ、でかすぎない？これ、振っとこうぜ。よし。で、テメノス、撃っとくか、光魔法。弱点光やろ絶対。よし、オッケー。さあ、なんか完全なる破壊。なんかテメノスの、テメノスの SP 死。鼻で笑ってもたわ。きつう、そういうことすんの。仕事だぜ。あいあいあい、ナイスブレイク。まだ生きてんのこいつら。あ、おついたけど。行くぞ。オズバルト、オズバルト、ちょっと今ないけど究極バフを打っとこう。ここよし、全部やられそう。頼む、愛で、愛のパワー、救急救急救急、愛は腕を壊す。光だけ明日を受け入れよ。おい、なんか弱点とかやべえだろお前。神罰、オーマイガー、オーマイガー、ふざけるな。おい、こいつ強すぎるって。頼む、ガチかよ、ガチかだよこれ。待って、これは光の、光ない、回復したい。テメノスはない、テメノスだな、渡すなら。よし、いやでもテメノスだな、ここは。テメノスの回復がないと終わるから、渡しすぎなくていい。こんだけでいい、テメノス。よし、頼んだぜ。キャスティでもよかった、やってもたか。キャスティいけるか、行くわよ。キャスティ、あ、ビ、溜まってないや、そもそもキャスティ。いやでもキャスティ溜まってなくても使えばよくて、キャスティ別に。もうラストボトルやん、使え、全部全部使え、アイテムは。これでよし、調合全回復。よしよしよし、熱々熱々熱々。私の獲物だ。さあ、これね、弱点わからんねんな、また弱点わからんから、いっとっか、消しかけよう。後ろオズバルトが、まあ大丈夫大丈夫、まあ、とりあえず風探検斧全体のやつで、槍斧だったらラッキー。行こう。はい、そう、風は違う、風やってたもんな。探検も違う、探検ちゃうの。斧弱点熱すぎ、わろた。槍も弱点、オッケー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 、熱い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 、これ熱い、これ熱い、これ熱い。単筋が弱点じゃないのちょっと痛いけど、はい。ってことで一旦から回復入れていきましょうか。もう一回、ダメージ食らったもんね、回復。テメノス、いや、もう一使っとこう、癒されよ。テメノス、オッケー、行くぜ。パルテティオ頑張ろうな、マジ遠いけどな、まだ。さて次、これどう考えてもオーシュット、どう考えてもオーシュット。みんなで消しかける、銃削れます、銃削れます。お疲れ様でした。
お前は斧が弱点の時点で負けなんだよ。ほら、ガチで熱い、ガチで熱い、ガチで熱い。これオーシュとナイスすぎる。暗黒が一時的に晴れただって。よし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 、頼むぜ。くらえ赤。おら1万2万5000ダメージ。キャスティーン、キャスティーン、キャスティーン。待って、これオズバルトどこにある？オズバルトも溜まっとるか。オズバルトはでも限界突破できないから。アラリオジ食らえ、ドラ2万8000。俺たちの勝ちだ。ダメだ、ほらレベルが上がりすぎてる。レベルが上がりすぎる。意味がわからん。世界平和来ました。熱すぎるだろ。マジ強かったわ。明日を待ってんだよ俺は。分かってくれ。もう太陽昇らないの？それでも抗う。当たり前だろ。それで立ち上がるのか。光なき明日のために。明日は来てほしいと思うけどな。みんなもそう思わん？ねえ、忘れるでない。また、い、闇は再び復活するとか言わんといて。我は常に、じゃあ光あるとこに影がありね。光の反対は闇である。明日が、明日があれば今日もある。いや、わけわからん。わ、消えた。ここの施設小さんか。なんかそれで解決せん？オズバルトなんか究極魔法で。いや、マジでみんな大活躍だった、今回。熱すぎる、この戦い。不審度すぎた。なんだ、このゲーム。すげえな。さあ、これで終わりだ。終わった。すべてな。ほんとだよ。朝来てんじゃん。よかった、光昇ったー。とんでもないゲームだったな、このゲーム。本当に。エピローグが解放されました。エピローグを開始すると、8人の旅は終わりとなります。旅を十分に楽しんだと思ったら、目的地を向かいましょう。だって。え？終わるの？このゲームが。エピローグ。あ。これ最初のとこだな。ねえ。あ、でも。あ、これで夜も朝も来るようになった。嬉しい。光あれば夜も来る。ねえ。毎日が来るようになった。明日が来るようになったよ。俺は嬉しいよ、みんな。はい、というわけで皆さん、今回ここまでにしましょうか。オクトパストラベラー2。アホ面白かったですね。あの戦い、戦いで皆さん、脳汁が溢れましたね。激アツすぎて。めっちゃおもろかったっす。はい、というわけで皆さん、じゃあ次回エピログやっていきましょうか。ね。最後まで。8人旅路、一緒に楽しんでいきましょう。それではチャンネル登録しながら、チャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。